いやー、外暑いよね。今年おかしいですよね。まだ7月頭なのにさ、もう40度近くあったりもするわけじゃないですか。いやー、そんな中ね、暑苦しい実況なんかしてられないわけですよ。やっぱ皆さんね、この実況を見て、涼みたい。なんかこう、爽やかな気持ちになっていただきたい。ということで、今回やりますゲームは、プラシッドプラスティックダック。まあ、つまりね、お風呂場とかに、とかプールとかに浮かんでいる、アヒルの人形、のシミュレーターでございます。今回は、ただ水の上に浮かぶアヒルを見ましょう。ということで ミュージック変えたりとか、カメラをね、E で変えたりとか、スクリーンショット撮ってみたりとか、見回したりとか、それだけ それだけのゲームです。やってみましょう。もう、おお！涼しいねー！本当に皆さん、これだけですよ。いやー、暑いもんね。こんなプールに、ぷかぷか浮かびたいですよね。プラスティック、ダックでございます。お母さんいる。めちゃくちゃでかいお母さんいる。で、このゲームなんですけど、あ、音楽が流れてますね。ゆっくり楽しんでいかなきゃ。M でミュージックを変更できますので、変わらないな。あ、音楽ありとなしを楽しめる。まあ、まずはちょっと音楽なしでいきましょうか。かわいいアヒルちゃんでございます。このアヒルちゃん、動いたりはしないんでしょうかね。お、E でカメラを変えられるので、あー、遠くから眺めてみたり。あのプール、なんだこの、これなんだろうな、この これ滑り台なのかな？なんかよくわからないな、この滑り台。どう繋がってるか意味のわからない滑り台。そして超巨大な、なんだ、ビーチボールというかね、ボールがあって、向こう岸に出れることもできるのかな？移動とかもできないのでね、このゲームを、存分に時間を経たせるために私考察していきますよ。で、あそこになんか、ちょっと寝れるようなスペースがあって、日焼け止めのね、クリームなんかあって、すごく素敵じゃないですか。で、このプールの横にこう、蛇口があるのかな？あそこは多分あったかいんでしょうね。すごくいいです。ちょっと待って。よく見たら右上にアヒルのゲージみたいなのがありますけど。あれ何なんですかね。そしてラジオがあって。なんかこのラジオちょっとでかくない？みたいな感じもしますけど。あ、で、俺ここにいんのか？あー、すごいじゃない。気持ちいいですね。よく見たらアヒルちょっと動いてますね。あー、何？ なんだ？アヒルが追加されたぞ。俺の知らない情報が。E で変えられるわけでしょ？なんだこれ。消防隊のアヒルが追加されましたね。これなんだろうな。タブでアヒルを変えることができるので。はあ、いろんなアヒルがいいね。かわいいね。かわいいね。これ右上時間が経て、ちょっと！このアヒルちゃん特殊能力持ってる！このアヒルちゃん能力者だな。あっちのね、黄色いこのアヒルちゃんは多分能力ないんでしょうけど、このアヒルちゃんは水を吹き出すことができる特殊能力を持ってるな。いや、皆さんね、ただただアヒルちゃんを眺めるゲームだと思ったでしょう。ただ眺めるだけじゃございません。たまにこういったアクティビティご用意してますので。え、次のアヒルちゃん、どんなアヒルちゃんが来るんだろう？どんな能力を持っているんだろう？もうワンピースですよ。どんな能力者が出てくるんだろう？どんな登場キャラクターが出てくるんだろう？皆さんを楽しませますからね。まだ4分しか経ってないと思いますが、もうこのゲームいいかなと思ってブラウザバックしようとしてる皆さん、すごい能力者がこっからどんどん登場しますから、もしかしたらね、あそこのお母さんが参戦なんてこともあるかもしれませんからね。この M で多分ね、M を押すと、あそこのラジオが鳴るっていう設定なんですよね。まあ、うるさいから鳴らしませんけどね。じゃあ次はどこ、誰が出んのかな？で、こうやってドラッグで遠くしたりとか、めっちゃ近くした。この質感すごい！ 134、ファイヤーファイターです。ちけー！皆さん、この帽子の質感すごいですよ、これ。あ、来た。あ、なんか右下に映ってないと思うから、実績の6階。ちょっと木目調の
アヒルちゃん来ました。能力者質感すごいもの。まあ木だから一応浮くか。質感すごいですね。こいつなんか能力あんのかな。何か能力なんてものはあるんですかね。これどうなんだろうな。なんかこう時間が例えば夜になったりとかね、例えば、おー水かけられたなこれランダムで多分だけど出てくるんだと思うんだけど、まあどんだけ埋まっていくのとか何種類あるのかとか。あ、例えばあのジャグジーにさ、これ自由に動いてるわけじゃん。例えばあのジャグジーのところよく見たら、ほらこのプールからジャグジーに滑り台みたいなのあるじゃん。あれが滑り落ちたりとかもワンチャンあったりするかもしれないな。もしかしたらこの水の流れ、そしてファイヤーキーパーのこのね、水の吹き出す気まぐれによって向こう側に落ちたりなんていうのもね、あったりしますからね。皆さんこれは楽しみですね。この動画何分持つかわかりませんが、これはかなり楽しみですよ。ただね、2分ぐらいかな。2分ぐらいに1回ぐらいは新しいアヒルちゃん投入されますから、これ楽しみですね。もう喋ることがいよいよなく、あ、ぶつかる、ぶつかっちゃうぞ。あー、私たち入れ替わっちゃった入れ替わっちゃったじゃん。入れ替わっちゃった、おかしいな。なんで私たち入れ替わってるだっけ。なんだっけ、もう君の名もしばらく見て、あ、もう来た来た。あ、なんで今の水の音。おー、たまに波でザブーみたいになったりもするんだな。もうちょっと考察したいな。でもいいよね、こういう。あ、来るぞ、とりあえず来るぞ。まだ雑談するのは早い。まだこのゲーム楽しめる。こー、なんだ、なんか来たぞ。さあ、新入りだ。お、あ、こうやって選択もできんのかな。気持ち悪いなんか気持ち悪い。なんて言うんだこれ。ゼブラ柄でもない、キリン柄かな。キリン柄ですかね。なんかパチンコとかだと激アツな柄ですね。さあ、こいつはちょっとあれだろうな。他のアヒルたちとはちょっと溶け込めないだろうね。確実にちょっとやんちゃとかやってたタイプだもんね、若い頃。ちょっと特殊能力者欲しいな。こいつだけだもんな。どうやって水をこいつは補給してるのかよくわからん。てかよく見たら夕方になってますね。時の流れがあるんだな。はあはあはあ。まあ、ちょっと雑談さすがにね、そろそろ始めていきますか。このゲーム実況、始めるにあたり確実に雑談が必要なんじゃないかなと思ってきたんですけども。やっぱ今年の今年の夏暑いじゃないですか。めちゃくちゃ暑いじゃないですか。でね、あんま旅行とかも、やっぱまあ、さすがに色々解禁はしてきたけど、まあ、あんまりしてないじゃん。うん、してないというか全然してないわけじゃないですか、皆さん。そろそろなぁ、なんか旅行したいなっていうか、俺まあ昔はね、子供の頃とかは旅行とか行きたくないというか、親とかに連れられて行ったりはしたけど、基本的にやっぱ家の中に、家いてぇなぁ、ゲームしてぇなぁっていう派だったんですよ。夕焼けが綺麗。でもやっぱなんかね、この年になってくると、ライトアップされたー、あげあげーあげあげー。で、この年になってくるとね、やっぱ旅行とか、したく、なんか旅行とか、好きになってきたというか、やっぱちょっとした非現実っていうのはいいなーって思うようになってきたんですね。これも成長と言えるのかなって思うんですけども、なんかこう、旅行して、ものすごい観光地をめちゃくちゃ回りたいってわけじゃなくて、その旅行して、ちょっとゆったりめに2泊以上して、1泊は、まあ、ちょっと観光地、近くの観光地を回るんだけど、もう1泊はゆっくり、何もせずゆっくり回りたいっていう、そんな旅行、ゆったり旅行をしたいんですね。黒い漆黒え、黒いというか、黒なのか？もう焦げてないか？うん。これ、焦げてるよな。なんかいろんな、今何匹目？ 1,2,3,4。まだ4匹？あ、待って！待って、君！いつの間に行っちゃったの！うわ、やっぱ君か！
いやー、君やっぱな、違うと思ってたんだよ。溶け込めないなと思ったら、君行ったのか、そっち。見たかったな、君がそっち行くの。君がこんな近く行ってくれたからさ、あの日焼け止めクリームも割と近めに見れますね。いや、君は違うなと思ってたけど。あー、君が第一弾でしたか。そうでしたか、そうでしたか。この黒いやつな。あー、まあ5匹ですよね。何匹まで俺が耐えられるかっていうところはありますね、この実況。今んとこカットはしてませんけども、まあおいおいカットも必要になってくるかもしれませんけどね。まあこのアヒルがね、もしもダブり出したらちょっと心折れてしまうかもしれないな。やっぱいろんなアヒルを見たい、いろんな能力アヒルを見たいっていうのがあるので、まだちょっとね、一日経ってないので。ちなみにこの、スティームでやってるので、いろんな実績みたいなのが解除されてってんだけど、今もうすでに5つぐらい実績を解除しましたね。なんだろう、アヒルが増えたとか、夜になったとか、向こう岸のプールに行ったとかが、実績だったりするんですかね。でね、今、ゆっくりめの旅行をしたいな、みたいなのがちょっとさ、あ、行くか、お前行くのか。あー、行かなかったか。あいつ、黄色。行くのかなと思ったけど、これちょっと動きいいね。風とかも出てきてんのかな。どうでもいいって思ってる人もいるかもしれないですけど、このアヒルちゃんに俺はかなり愛着が湧いてきちゃってますね。いやー、旅行もいいなーって最近思うようになってます。ゆっくりめの旅行したい。なんかもう3年後ぐらいにはちょっとなんかもう行きたいな、南国。本当に実況のストックも5本ぐらい貯めつつ、あ、来た。かぶってないな。あ、こいつは？あー、ドット柄。あら、これは女子も可愛いって言ってますね、これ。これはちょっと女の子だな。あ、いった！ファイヤーキーパー！ファイヤーキーパーいったな。おー、出動でございますか。いや、お仕事お疲れ様です。あいつを取り締まりに行ったのかな。やっぱ水の動きがあるから、こいつに関しては。おー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 、意外と友達になってる。でもやっぱドット柄ちゃんなら、君も行くのか。君行っちゃうのか。あー、惜しい。惜しいなー。あと風の流れがあればもうちょっとであっち行けんのに。あっち行けばね、あー、もうなんていうのに、一つ上の男っていう感じですよね。一皮向けてますからね、これ。行くのかな。あー、行くのか、お前。あー、惜しい。もうちょっとで行けない。一つ上の男に、大人になれるのにもうちょっとで。惜しいねー。まだちょっとなりきれてないなー。ここで水の流れみたいな、おー、水の流れがあるんだけど。お、待って、黄色。お前出し抜くのか。黄色お前も行くのか。なかなか卒業しなかったけど、行ってしまったか。でもこっちにはね、可愛い女の子いるからね。うん、ドットちゃんがいるから。うん、アヒルのドットちゃんがいますからね。トットちゃんみたいに言ってるけど、こいつ怖いのよ。こいつ、焼き焦げたみたいな。あ、朝か。朝を迎えたんだね、これ。はいはいはい。あ、朝を迎えたみたいな実績が解除されました。ちょうど爆撃か？え？あー、セスナが！おーい、こっちだー！助けてくれー！俺をこの、ちょっと何が今起きたの？なんか実績解除したけど、すごい。え、ファイヤーキーパーちゃんどうした？あ、こっちからあそこに吸い込まれるとかあんのか。あれ何のためあんのかなとか思ってたら、これここ行ったら吸い込まれんだ。ファイヤーキーパーすげえな。さすが能力者ですね。吸い込まれるシーン見たかったな。吸い込まれて戻っていくっていうのがあるんだ。新たの来た？あれ？あ、止まった。来た。え、ん？いや、ちょっと顔。かわいい。正真正銘の女の子来た。おー、黄色のやつ！お前帰ってこいよ！お前の幼馴染が来たぞ！絶対お前とさ、確実にお前とさ、あいつ戻っていったな、あのさ、あ、いるか。
行くんじゃないか、これ行くんじゃない、二人して行くんじゃないか、帰るんじゃないか、これ二人して、うわーやったー、つがいがおお全員帰ってきましたおもろこのゲームこのゲームおもろ、ちょっと旅行いいよねっていう雑談、マジでしょうもない雑談したぐらいでさ、本当にもう15分、マジで15分ぐらいは普通にこのゲーム楽しめちゃってるもんな。1,2,3,4,5,6,7 話かな、うん、7話ですね。あ、ちょっとまた行っちゃうの、せっかくつがいが来たのに一緒に、あーまた行っちゃうのか、男の子は冒険をねするんですからね。いや、このファイヤーキーパー道切り開いたな、さすが能力者。他のアヒルとはちょっと一目置いてるもんな。ドットちゃんとか確実にファイヤーキーパーに落とされるね。そしてファイヤーキーパーにいいように遊ばれて捨てられてしまいますね、きっと。ああ、確実にこのファイヤーキーパーはモテ男のムーブをしていますからね。ただこの子ね、この子田舎から出てきたこの子かわいい。あ、狙われてる、ファイヤーキーパーに狙われてる。君はあのね、一番初めの黄色のね、あのアヒルくんとね付き合うのが一番いいと思うからね。まあ旅行みたいないいなと思っても、2年後ぐらいはほんとストック5本ぐらい貯めて、ちょっともうなんか南国とかに何もせず、もう2日ぐらい観光して、あと3日はただおいね、3日ぐらいはただもうホテルの周りをただ歩いたりウォーキングしたりとか、ただ砂浜でね、泳ぐ、まあちょっと泳ぐぐらいプールで。で、ちょっともう一日中ね、漫画読みながら、電子書籍読みながら、ただビーチにいる。それぐらいのね、ことするのが2年後ぐらいの俺の目標というか、楽しみとして置いときたいなっていうところがあるんですけどね。じゃあ次のトークテーマいくか。2個ね、ちょっとお話ししたいことを持ってきたんですけども、まあアヒルちゃんが盛り上がりすぎてね、俺のトークいらないからな、マジで。まあ、ちょっと新たなアヒルちゃんを迎えてからトークするか。こいつ落ちたりせんのかな、ねえ、このなんだっけ、これなんて言うんだっけ、これこのガンダムとかに出てくる鳥。おお、来たね、新入りな、これカモか、カモ、なんか爬虫類じゃない、メカアヒルちゃんから目光ってるもんな。いや、これなんか、これアヒルのふり、鳥のふりしたさ、ヘビじゃない？生態系が壊されるよ、これ。おい、プールの水抜いてこいつを駆除してくれ。うわー、そういうレベルじゃない、特殊能力者だ。いやー、メラメラの身食ってる、こいつ。気をつけて、燃やされちゃう。まさかお前、こいつ、燃やされたのか、あいつに。天敵がやってきて、雨降ってきたね。雨降ってきた。このゲーム。すごくやることある、すごく喋ることある、全然暇を持て余さないゲームだな。あー、火と水、これファイヤーキーパーバーサスね、え、あー燃えちゃう、アヒルちゃん燃えちゃう、美味しく再会しちゃう、アヒルマンになっちゃう、北京ダックになっちゃうよ。あ、いいよいいよ、君ら二人ちょっと戦い合ってほしいな。天敵登場ですね、これ多分仲悪いね、この二人は。確実に。おーい。おい。雨降ってきたなぁ。いや、なんか天候の変化とかちゃんとあるあたり、すごい楽しいですね、これ。ずーっとこうなんか、ね、なんかやりながら作業とかのお供に、右側とかにずっとつけておきたいゲームですね。なんか強風とか吹いてさ、なんかここにあるボールとかがこのプールに入っちゃうとかさ、あのアヒルじゃない、あのピンクのなんて言うんだっけ、あのフラミンゴだ、フラミンゴがこのプールになんか入っちゃうとか、そういったトラブルとかも起きたりせんかな。なんかあったりしたら面白いんだけどね。音楽、あ、 M をしたら音楽じゃなくてラジオ流れてる。全然何言ってるかわかんないけど、音楽じゃない、ラジオが流れてる。なんだこれ、なんか漫才みたいなの聞く。時間帯によったらこのミュージックが違ったりもするんだね。こうやってなんか他にないのかな、ボタン。エスケープ一瞬押してみていい？あ、コレクション！
うわーいっぱいある。背中、あ、背中って戻るってことなのこれ。わーいっぱいある。あーなるほど、これ古代のアヒルですね。いや結構あるぞ。2、4、6、8、10でしょ。1、2、3、4、40、1、2、3、4、5、6、47種類。しかもさ、ここの5個よ。これもレベチじゃないか、これ。ここの5個なんか、ハテナの色が違うもんね。レベチなあるじゃん。能力者同士も、水と火の能力者同士も、ちょっとなんか横にあったから、あそこら辺一帯は能力者がいるってことなのかな。レアアヒルちゃん会いたいね。まだ20分しかやってないからな。じゃあちょっと次のアヒルが出たら、またトークしましょうか。いや、なんかどんどんトークとか、さ、トーク用意してきたね、雑談のトークテーマとかすぐなくなってさ、喋ることなくなって、みたいなことを想像してたんだけど。さ、何か来た。あ、かわいい！かわいいね。なんかフェルトというか、あーかわいいですね。ちょっと布っぽいね。この子も女の子だね。いや、これはもう、うん、ファイヤーキーパーすぐ狙いに行ってますよ。ほら、すぐに手出しに行くから、あのファイヤーキーパー。ただ今は天敵がいるからな。お、あっちに一人行ってる。はい、ということで、まあなんか、あれなんですけど、最近ちょっとね、もう全然外で飯とかも食ってないんですよ。もう先ほどの話とちょっと近いんですけど。で、久々にちょっとね、誘われて、ちょっとなんか美味しい焼肉というかお店に行くことになったんだけど、それがね、ドレスコードがあるんですよ。でね、焼肉屋、まあ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 、燃えてる燃えてる燃えてる、あ、火消して火消して、燃えてる。え、そういうのあんの？あいつがやりました、おまりさん、あいつがやりました、燃えてる、火のやつが燃えてる。今なんか実績解除みたいになったと思ったら、火のやつが燃えてる、おまりさん、あいつです。いや、俺の火のやつが燃えてる。消してあげて、消してあげてよ、燃えてます。ちょっと逆だよ、消しても実績解除とかあんのかな。このゲーム細かいね。はぁ、火の能力者がいて、木のね、木製のカルガモがいると思ったら、まさかそいつら、ちょー、行くなよお前、行くなー、行くな、消してけ火よ。いや、おもろ、まさか。いや、全然雑談がはかどらないな。いや、いいんだよ、実況の方がしたいからね。雑談なんかよりもやっぱゲームの実況したいわけですよ。だからそれにしてもこんなこと起こるってことが起こるな。すごいね、このゲーム。言ったって120円ぐらいで買ったゲームですからね。いや、見てるだけだから、まあこの前の焼肉シミュレーターと同じでね、ただただまあおしゃべりをメインの動画にしようかなと思ったんですが、これはちょっとそうはいかんな、なくなっちゃうよこれ。いや、できれば戻ってきてもらうか、あっちに落ちるしかないな。いや、でも、こっちができることって多分ないんだよな。なんかこう、風起こしたりとかもないよね、多分。M。なんだこの音楽。何この音楽。急に犯罪者みたいな音楽になってる。怪奇現象みたいなのが起きてんのかな。みたいな。怖っ。うちょー！おい！被害者だ！いや、これはまずい！これはまずいって！ベルトはもう燃え尽きちゃうって！転覆してくれ！一回水に沈んでやってくれ！ファイヤーキーパー！ファイヤーキーパー戻ってきてる！やったー！火消えたー！ナイス！火消えたー！ありがとう！実績も解除しました。お！来たねー。旗棒みたいなやつ来たねー。こいつ、あれなのかな、おしゃれだな、目深にかぶってますね。目深に。飛んだー飛んだーどこ行くんだお前。おお、風吹いたから、どこ行った、君、ぷかぷか浮かんでもいないじゃないか。おい、下手したら海に落ちちゃうぞこいつ。おお、
ー、君大冒険するね。おお、どこ行くの。いや君のおかげででもね、全然知らない場所が近くに見えたりするね。いやーすごいな。こいつもちょっと能力者なのかな。ちょっとコレクション見よう。いや違うな、ここ能力者枠かなと思ったんだけど、こっちにいますね。いやこのゲームめっちゃいいな。めっちゃおもろいな。思っても見ないことが起きまくってすげー楽しいですね。まさか火の能力者がね、火つけた、あ水あれ消すんじゃないか。お、どこ行くの、大丈夫か、心配心配、大丈夫、君大丈夫か、君大丈夫。海にもうちょっとで落ちちゃうよ。見えない壁あるそこ。あーまあちょっとなんか近い。すごい近い。大丈夫かな、もうほっといていいかな君は。火消してもらった。あ近い近い近い、もうちょっとで消えるかもしれんな。いい、もう一回燃えてたな、あいつにもう一つやられてんな。いや面白いな、近いなずっと。いや面白いですねこのゲーム、本当に面白いですね。もう普通にここで終えれるぐらいの、なんだろう、うん、そのなんだろう、もう時間というか、うん、普通にもう25分ぐらいやってますからね。最後雑談して、まあ、どんなカルガモがね、どんなダックくんがね出るかを見ながらもう終えてもいいね。でまたやってもいいレベルだなこれ普通に。あここのザボーンで火消えるでしょ普通。いやなんで消えねえんだよ、おかしい、しかも天敵いるし。うわーまた燃やそうとしてる、絶対あいつも燃やされたんだし。でまあまあまあそのね、その焼肉を誘ってもらって久々にこうドレスコードのねある場所に、その久々っていうかドレスコードのあるお店に行くんですよ。でそのドレスコードもまあ言ってカジュアルドレスコードっていうものらしくて、でカジュアルドレスコードって何なのっていうさ、そもそもドレスコードのあるさ場所に俺行ったことほぼないからさ、ほぼっていうかもうゼロだからさ、何なのって思ったら、カジュアルドレスコードってまあ一般的には革靴で、あのなんていうの、このズボンもなんかこうジャージとか短パンとかではない、で、上は、シャツか、まあ、襟付きジャケットみたいなって書いてあって、いやこの暑い時期にジャケットっても思ったんだけど、ちょっと新しいの来たから先こっちだからね、シルバーだな。あれあれ、えちょ、あれお前まだここに、え、ああびっくり、なんか死んでるみたいになってるけどこれ、あお前石だから沈んどるが。沈んでる、水の中だ。おもれーこのゲーム、おもれー。見ていい石、あーやっぱレア度なのかな、あーここら辺かぶんないようにできてんだとしたらすごいずっと楽しめるな、面白いねこのゲーム。飽きさせないね。でカジュアルドレスコードなわけですよ。でこれもうジャケットとかもうマジでないの、持ってないの、昔持ってたんだけどもう全部捨てちゃったのよね、あまりにも着ないからさ、断捨離の時期に売るか捨てちゃったみたいな感じでさ、でないので、シャツもねほぼないのよね。でなんかアロハシャツってカジュアルドレスコード的に大丈夫なのかっていうのを俺知りたくて、なんかアロハシャツってハワイだとさ清掃だったりするわけじゃん。で沖縄とかでもさ、なんかカリウシファッションっていうのか知らんけどさ、ああいうのってこう結婚式とかでも着たりするわけでしょ。で一応襟ついてるじゃん、アロハシャツというか、まあ無地ではないシャツだよね、あの真ん中で染めるボタン、あっやったね、君らがようやくつながってくれたのを僕は目撃したよ、君らの仲人は俺があります。でね本当にちょっとまあそういうちょっと派手ぐらいのシャツだったら持ってるんだけど、それしかなくてね。で革靴もないわけですよ。革靴もまああるにはあるけども、本当に冠婚葬祭用のものしかなくて、でももういけないのよ俺。いけないのマジで、
困ってんのよね、まだまだ時間はね、あるんだけど、まだ行ってはいないんだけど、これ投稿してる時には多分もうね、行けないの。カジュアルドレスコード俺は通れないの。ゲーム実況者全員そうだと思うんですけど、カジュアルドレスコードを通れないんですよ。でこれなんか数人行くんだけど、みんなで数人行くんだけど、これね、もしかしたら俺だけその入り口で帰ってくださいって言われて、俺だけまあモスバーガーとかね食って帰るかもしれません。ちょっといいハンバーガーね、一人悲しそうに食いながら帰るっていう状況になるかもしれません。これだから俺もほんと買えなく ないからさ、ないし、でもないのにお店にもう行かないからさ、もうなんとか、まあ多分だけど、このカジュアルドレスコードって書いてあるけど、あくまでこうカジュアルだから、実はサンダルダメですよ、短パンダメですよ、ジャージダメですよ、あとまあランニングダメですよみたいなさ、あと汚い格好ダメですよみたいな、っていうのを人を弾くためのカジュアルドレスコードって書いてあるだけで、実はまあ綺麗めな格好、まあピチッとした T シャツとかだに、まあちゃんとしたね格好だったら実は OK っていうカジュアルドレスコードって書いてあるとこもあるらしい。レストランとか割とそういうのが多いらしくて、そっちであることを俺は願いながら、俺は T シャツで行きます。あ、来た、新しいの T シャツ、まあ一応なんか襟というか、まあそれっぽいのは持っていいけど、ジャケットとかないから、どこだ、新入りはどこだ、燃えてる。うわっ、怖いなぁ。もう卵がひび割れた、生まれて生まれたのに、さらに何か割れて生まれて生まれいでそうなねやつが来ましたね。いや、何なんだろうこれ。なんかこういう高い石かな、翡翠、また燃やされてかわいそうだよ君は。ということで、カジュアルドレスコード俺がね、行けたかどうかっていう話はまたどこかでしたいと思うんですが、いやー、ドレスコードってきついよな。ビビったもん、ドレスコードっていうワード、怖かったもん。冬だったらドレスコードを超えれる服も持ってるんだけど、夏のね、冬のジャケットとかはあるので、それはまあなんとか乗り越えられるんだけど、もうめちゃくちゃカジュアルなのよ俺の今の服装は。なのでちょっと不安です。それが今ね、今週というか、それに行くとなってからの、俺の一番の悩みだな。カジュアルドレスコードを乗り切れるのかどうかっていう、そして他のみんながどんな格好をしてくるのかっていう、裏切られる可能性あるからね。俺はもうみんな T シャツでね着てほしいと思ってるんですけども、まあ俺が弾かれてね、悲しい思いをしたで、それはもう一つのネタとして、ラジオを撮りますので、よろしくお願いします。この動画の続きを撮りますのでね。じゃあ、まあこの実況ね、まだまだ絶対このアヒルさんもっとね、いろんなやつ出たらもっと楽しいと思うので、まあまた雑談するときにこれをつけながら雑談をするっていうことで置いときたいので、まあ次の右上のね、アヒルが出たらこの実況終わるかも。あそこのドアとか見て、あのそこのドアおかしくない？あんなルパンが破るような、なんであいつ、あいつ上に上がってんの、何があったの、あそこ、あのゼブラのやつ何があったんだ。あー、ちょっとザブーンみたいな波みたいなのが起きて上に上がっちゃったのかな。あの風のやつもかわいそうだしな、なんであんな絶対に開かない扉みたいなね、金庫みたいになってんだろう。なんだこの世界観を考察するだけでももう30分いけるかもしれないな。ここは実はプリズンなのかもしれない、アヒルたちの牢獄なのかもしれないな。あいつはどうなったんだろう。あいつやりたい放題すぎ、あいつアヒル界ではかなりの犯罪者ですよね。なんか何個か実績を解除してるのよね。こいつ助けてやってくれよ、このハタボー、もう下向いてるからこいつ飛ぶことないもん。お前はそれでいいのか。どんな実績を解除したかもちょっとね、後で見たい。あ、こういった隠し要素あったんだみたいなのもわかるかもしれんからね。さて、アヒルが新しい降ってきます。これ、あ、待って、なんだこれ、
君何？あれ？いた君？こんな可愛いアヒルちゃんいたかね？え？生まれた？え、あいつとは別？おお、ツルツルの来たな。え？君と、え？黄色のアヒルちゃんだっていないよね。え、子供作った。誰との子？あ、君か。めっちゃサボってメキシカンなやつ来たな。うん、君多分このシャツで行ったらドレスコード多分通らないよ。あ、やっぱ一人目だ、子供生まれてる。お前どうしたんだよ、なんで子供生まれたんだ。お前何があったのこれ、マジで何があったんだこのゲームに。超面白い、マジで神ゲーなんだけど。神ゲーってワードちょっとね使いすぎ感あるけど、これ神ゲーなんだけど、マジで。だって120円のゲームですよ、コレクション。こいつが生んだんだな。だって違うもんな。ここレアな。どうやって見れるかわかんないけど、これゲームを閉じてメインメニューになったらさ、途中からなのかな。 P でスクリーン見回す。プレイ。わー、初めからかー。水しぶき。うわー、初めからになっちゃうのか。で、コレクションあるんだもんな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。いや、面白い。プラスチット。プラスティックダック。いや、これはマジでいいゲームでした。超おすすめだな。ここ最近だと、ピカイチのおすすめでございます。まあね、二つの雑談もしましたが、雑談なんかよりもね、このゲームがすごく、実況に向いていたってことをね、もう、いらなかった。雑談なんか用意してる俺が恥ずかしかった。もうね、このゲームの実況してるだけで問題なかったです。ご視聴ありがとうございました。プラスティット、プラシード、プラスティックダックでした。プラシードって人形だよね、確か。なんで、まあ、プラスチックのアヒルのおもちゃシミュレーターでございました。ご視聴ありがとうございました。面白かった。